多くのマンションが直面する老朽化。昨今、資金不足や合意形成の壁に阻まれ、建て替えや大規模修繕ができないマンションの管理組合が増えているといいます。あなたのマンションは大丈夫ですか？東京足立区スカイツリーと隅田川を望む立地にある大きなマンション、515世帯が暮らすイニシア千住あけぼの町です。先進的な取り組みで注目を浴びている管理組合があります。修繕積立金を一気に2倍にするといった普通では考えられない発想でマンションを維持しています。管理組合協力のもと総会の様子を撮影させていただいた。どのような総会なのだろうか。オープニングはムービーから始まった。総会では振り返り映像を作成、これまでの記録や実績をアピールする。いよいよ本題に入っていく。配布された冊子とは別にプレゼン形式で一つ一つ丁寧に説明していきます。ほとんど黒字なんですけど、赤字の項目は何項目かあります。本質的な赤字は電気代だけ。赤字の報告ももちろん行う。燃料調整費、節電は一生懸命進めてきてるんですけど、電気代が上がったんです。続いて長期修繕計画見直しの話に移ります。議決内容はなぜ今やるのかを説明します。どうしてこれを必要かというと、そもそも計画修繕って1、2年すでに遅れてます。どうやっても3年かかるんですよ。大規模修繕コース4年がかりの管理の重要さを伝えるためプレゼンにも熱が入ります。大規模修繕に向けて外壁とか特に屋上とかの防水がどのぐらい弱ってるかっていうのも合わせて建物全体を見て回りましょうという計画を立てました。官邸の方、挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。反対の方、挙手してます。全員一致で続いて顧問弁護士を契約するといった内容。外部の団体とか会社とかとの契約って結構あるんですが、その契約書が妥当なものであるかどうかを見ていただく。ここまでが顧問報酬の基本料金内に入っています。別料金なのは我々が原告もしくは被告になった場合の法人の代理人としてのサポートです。ここに例えば来ていただいてとってもシビアな法律交渉をする、こういう場合は時給2万円で来ていただく。説明が終わったところで質疑応答に進みます。報告をどんな業務をお願いしたとかどういうことをやってもらったかっていうのは、弁護士の支払いに対し住民から厳しい質問が飛びます。時間的な制限みたいなのはないですか？基本的にはありません。いくらやってもらっても3万円、ざっくり時給2万円だ。納得いくまで説明をしていきます。弁護士さん、じゃあ顧問料の中でやってもらう、だからそういう2時間分ぐらいのものが毎月入っているという認識です。弁護士さんの料金表って標準のものがありますよね、はい、それで やりますと書いてある感じです。あ、わかりました。賛成の方、挙手お願いします。その後も決議は続きました。この議案は紙面では24票の反対があります。約 5% です。反対者方にも理解していただく、反対者に理解してもらえるよう進める誠意を見せました。参加者に話を聞いてみた。最初からこんなにコミュニティとかガバナンスがしっかりしてたわけではないんですけれども、どん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 新しいことやっていけてるかなっていうふうに感じています。非常に活発に問題に関しても積極的に解決する形で取り組んでいるなというふうに感じています。イニチア千住あけぼの町の理事会役員太田春彦さん、さまざまな実績でイニシア千住あけぼの町を変えていったキーパーソン。太田さんは修繕積立金を一気に2倍に値上げさせるという難しい提案を行いました。修繕積立金とは建物の診断や修繕工事を行うために充てられる費用のこと。基本的に反対意見が多く値上げは難しいとされています。その費用はマンションを所有している人から毎月決まった金額を徴収します。修繕積立金を2倍にする施策をどのように住民に納得させたのでしょうか。ほとんどの段階値上げって実際にうまくいってるマンションほとんどないんですけど、その都度総会が必要なんですよ。5年ごとに値上げです、5年ごとに値上げですって総会が私は通せる気があんまりしなくて、5年目でどの道上げなきゃいけないんだったら、2割上げなきゃいけないんだったら、でいきなり2倍にしちゃったんです。2割が2倍、
で、その時に一気に均等割りにして、その代わりそこから30年の計画が均等割りでカバーされてますという形にしたので、4年目の終わりに1年余裕を持って5年目の終わりから2倍に上げますという猶予期間を1年取った議決を取ってます。修繕積立金の値上げに適した時期があると太田さんは話します。1期目2期目で非常に志の高い人が例えば理事長になって積立金を上げるぞっていう提案をされることがあるんですけど、大抵うまくいかないんですよ。なんでかっていうと、やっぱり住民の方の意識として積立金と管理費の合計金額で引き落としを受けるわけだから、その全体が安くなるようにしてくれと。積立金だけ先に上げるっていうと、やることやりましたかって言われがちなんですね。可能な限り最初のなんか何年間でなんか削ったら、じゃあそれでもなんかそれを回しても足りないっていう話になって、初めて積立金を上げますと言って通りやすいと。で、一方で 4,5 年目ってのはちょうどいい時期で通りやすい。もともと初回の値上げがそこの辺に段階上げで入っていることが多いんです。もともと値上げの時期だから、値上げ幅を変える議論に持っていきやすいので通しやすい。で、逆にそれを超えると難しいのは、9期とか10期になると12期目っていう大規模修繕がもうすぐ目の前に見えてきているので、いや今無理して変えなくても一回工事をガチガチに削ってやってみればどんだけいるか分かるはずだから、今上げなくても一回やってみようよと。大抵の計画は一回はできるようになってるんで、そうすると一回上げて、それで工事をやって済ませてから議論を始めても15年目ぐらいになっちゃいますよね。立ったばっかも難しいし、12年目に近いところも難しいっていうと、ちょうど5、6年目っていうのがベスト。コストを抑えたい投資目的の人にはどう説明するのでしょうか。積立金の、上がったっていうのは確かに利回りにつながっているように見えるかもしれないんですけども、マンションの値段って下がっていくものじゃないですか。その下がり方に比べると、それを止めることによる効果は大きいんだっていう話の仕方を、私はその投資目的で利回りがって方には言っていて、都内とかね、平均に長い目で見ると、坪を大体4万円ずつぐらい値段ってマンション下がっていくんですよね。そうすると坪4万円ってことは平米1万2000円月1000円じゃないですか、はい、ってことは何もしなくても長い目で見るとマンションの値段って1平米1000円ずつ下がっていくんですよ。で、一方で積立金って倍に上げるって大ごとになってるよ。でも上がったね、上げてる値段って平米月100円ぐらいなんですね。ってことは勝手に下がっていくのがを、なんか月にその10分の1のおかげで半分のスピードで古びるのを防ぐことができれば、必ず元は取れるはずだと思うので、そういう言い方をする人はそのような説明をしています。所有物件の資産価値を高く維持したいという気持ちは、実需入居者も投資家も同じだ。修繕はどれくらいされているのでしょうか。無数にやってます。大規模修繕っていう考え方そのものがだんだんに古くなってきてるんじゃないかなっていうふうに。大規模修繕だけ絶対できないのって外壁の補修ですよね。足場立てなきゃいけないから。足場立てなくてもいけるもので、今お金があるならやらない理由はないので、積極的に古さが見えないように直すようにしています。特に目につくところを新しくちゃんとキープし続けていれば、大規模修繕そのものがみんながどうしてもやってくれって言わなくなる効果っていうのが絶対あるはずなんですよ。どんな方法で経費削減をしているのでしょうか。例えばエレベーターが独立系に変更すると、半値ぐらいに安くなるとか、一括受電で年間500万だとか、自走式の駐車場と、あれを外部貸ししてちゃんと税金払って外部貸ししています。で、それがちゃんとやっているので、税金払っても、何百万円から収益になるものですから、全部で3000何百万ぐらい元からに比べると変わってきているんですけども、あんまりゴリゴリとやってないのが管理会社はあんま責めてないんですね。管理会社のコストを下げちゃうと、やっぱり管理人さんとかのレベルが下がっちゃうとか、人減らしになっちゃうとサービス水準が落ちてしまうので、誰も泣かないで収支を改善するっていうのでやってきているのが多いですね。所有している投資用の区分マンションの運営が危機的状況と分かったら、どうすればいいのでしょうか。オーナーとして見たら理事になるしかないと思うんですけども、収益不動産で持ってる人はここもここもここも持ってるっていう形になりがちなわけですから、やばそうなやつから損切りするしかないんだと思うんですけどね。割に合わないじゃないですか。
収益事業として見るんだったらそれにかける時間はまともなマンションを探す時間に上げた方がいいものなので、永住しようかなとか、あるいは少なくともなんか売るつもりがない人の話であって、ただ利回りが取れる人にとってもハッピーであるってことが結局は一生住む人にとってもハッピー。うちのマンションは多分買った時から9年経ってますけど、あの元の値段より安くなってる部屋って一部屋もないと思うんですよ。まあ、たまたま市況が上げ気味だったってことももちろんあるんですけど、いつ売っても家賃0円で済みましたって状態にたまたまできているってことはとってもハッピーなことで、まあ、その辺っていうのはなんかあのそういったものをしっかりやっていくっていうのは収益事業として家賃が高いであるとか急に値段が下がらないとか、その2つっていうのがオーナーにとっても大事ですけども、収益事業として見た時にも大事なことなので、賃貸オーナー意識が低いからとかそういうことを言うのが意識が低いと、自分のマンションの値段はどうなってもいいんだみたいなことを言う人も結構いるんですけど、私はそれは絶対嘘だと思います。ご視聴ありがとうございます。楽町チャンネルでは初心者でも安心して不動産投資ができるように、中立な立場から本当に役立つ動画を作っていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。